ロイター通信などによりますとソマリアの首都モガディシオの行政機関が集まる中心部で29日2台の車に仕掛けられた爆弾が時間差で相次いで爆発しました最初の爆発によるけが人を救助するため多くの人が集まったところを狙ったものとみられています2度の爆発でこれまでに少なくとも100人が死亡300人以上がけがをしていて死傷者のほとんどは民間人だということです 犯行声明は出されていませんが、ソマリア政府は厳格なイスラム法の適用を求め、政府打倒を掲げるアルカイダ系の過激派組織、アルシャバブによる犯行と見ています。ソマリアでは近年、アルシャバブによるテロが相次いでいて、2017年に起きた爆破テロでは、500人以上が死亡しています。ニュースディグ